日本の細川道江先生より久志天狗の伝統的な後継者の提唱を3枚送っていただきました。提唱、小川伝統の証、小川家族、川月村の歴史、川月五右衛門殿、あなたは小川家の学校で天狗の伝統的な練習を習得したことを認定する、久志天狗の伝統的な後継者です。細川道江、2016年2月10日もう思いでしょう。提唱、小川伝統の証、小川家族、川月村の歴史、川月早子殿、あなたは小川家族の学校で天狗の伝統的な練習を習得したことを認定する、久志天狗の伝統的な後継者です。細川道江、2016年2月10日提唱、小川伝統の証、小川家族、川月村の歴史、川月宗城殿、あなたは小川家族の学校で天狗の伝統的な練習を習得したことを認定する、久志天狗の伝統的な後継者です。細川道江、2016年2月10日茶子さん、川月矢守、早子、五右衛門、宗城の4人に代わりまして、大変お世話になりました長谷川武先生、長谷川幸子先生に深く感謝させていただきます。提唱、セルティフィカシオン、小川伝統の証、セルティフィカシオン・デ・トラディシオン・デ・小川、小川家系、ファミリア・小川、川月村の歴史、イストリア・デ・プエブロ・川月、川月五右衛門殿、あなたは小川家族の学校で天狗の伝統的な練習を習得したことを認定する、セルティフィコ・ケウステ・ア・コンセギード・エヘルシシオ・デ・トラダシナル・デ・テングエン・ラ・スクエラ・デ・小川家族、y usted es sucesor tradicional de Hisashi Tengu. Hosokawa Michie. 10 de febrero de 2016.